いらっしゃい。珍しいね、クリフォードさんがアトリエに来るなんて。うん、話しておいた方がいいかと思ってな。俺がこのオートに来たのは、あるお宝を手に入れるためなんだ。そのお宝ってのは、どんな鍵や仕掛けでも簡単に解除できるようになるものらしくてな。俺みたいなトレジャーハンターが狙うにはぴったりだと思わねえか。なんか魔法みたいな道具だね。だな。さすがはクリント王国の錬金術師が作っただけのことはあるぜ。クリント王国時代の錬金術師が？それ本当なの？本当さ。この前俺が読んでた本覚えてるか？あれを書いたトレジャーハンターがしっかり書いてんだよ。オートを拠点にしていた時、クリント王国の錬金術師が作った遺物を発見したってな。見つけたってことは持ち帰ってどこかに保管してあるんじゃないの？それだな。なぜかはわからねえが、そのお宝を持ち帰っては来なかった。なのにお宝の話を書いたもんだから、そいつは嘘つき呼ばわりされちまってな。でもクリフォードさんは信じてるんだ。まあ、嘘つきの話を信じるやつは嘘つきなんて言われて、ガキの頃はずっとのけものにされちまったが。そんなひどい。人を信じられねえダセえやつらなんぞ俺の方から願い下げださ。まあとにかく俺はそのトレジャーハンターが見つけたお宝を探してるってわけさ。そいつも俺も嘘つきなんかじゃねえ。それを証明したくて。いけないってね、思い出話で愚痴っちまった。クリフォードさん。なんだ？その宝物絶対見つけよう。それでクリフォードさんたちが嘘つきじゃないってことみんなに証明しよう。ああ、通せた。絶対見つけてやるぜ。どこか行きてえのか？よーし、よーし、行くぞ！ああ、いらっしゃい。何か用かい？ううん、ちょっと寄ってみただけ。どこか出かけるところだった？ちょっと露店を覗きに行こうと思っててね。ほら、露店って意外な掘り出し物が多いだろ。もしかしたら珍しい鉱石が見つかるかもしれないし。露店か。ねえ、私も一緒に行っていい？ああ、構わないよ。それじゃあ行こうか。宝石詰め放題ってこれほとんど石のような。宝石に似たただの石なんていくつもあるからね。違いのわからない人を騙すにはいい商売ってことさ。まあここの店主も騙されて手に入れた商品を知らずに売ってるだけって可能性もあるけど。私も時々見に来るけど、こういうところもあるんだね。でもね、こういう店だからこそ掘り出し物が混ざってる可能性があるんだ。探してみたら意外と簡単に掘り出し物発見なんてことも。何か見つけたの？
紫色の鉱石。こんなの見たことない。デニスさんは知ってる？いや、僕も初めて見る。まさか本当に？これってデニスさん、これ貝じゃない？絶対珍しい鉱石だよ。いや、これはダメだ。なんで？こんなの見たことないよ。そもそもこれは鉱石でもなければ石でもない、偽物だからね。鉱石でも石でもないなんてどういうこと？じゃあこれは何なの？そうだな、石に見えるように作ってあるけど、多分透明度の高い特殊な樹脂で作られた作品だね。ほら、見る角度を変えると光の反射加減に若干違和感があるのがわかるだろう。全然わからないんだけど。宝石は毎日見て触れてるからね。間違いない、これは偽物さ。宝石が見つからなかったのは残念だったけど、すごいものが見れたし、今日は満足しておくかな。
これでいい？これでいい？ありがとね。あとはロミーさんにお任せ。今後も一緒に。いらっしゃい。何の？またどうぞ。毎度で。またどうぞ。ねえ、どこに行く？どこに行くの？ここならのんびり行けそう。禁物です。当てる。
そこ
当てる。届いた。まだまだまだ。全力よ。クリスタゲ。クラウディア、行くよ。風を感じて。そこ。風を待とう。あたしたちの勝ちだね。ちょっとは成長できたかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。もっと経験を積めってことか。